皆さんこんにちは、かっちゃんです。冷やしということで、今日は最近ちょっとまたパン作りに目覚め出して、今日もまたパン作ろうかなと思うんですけど、今日は夏場でもひやっと美味しく食べれて、中にトロトロのクリームの入った冷やして美味しいクリームトロトロ冷やしクリームパンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ボウルに強力粉 200g を加え、中央にくぼみを作り、端に塩 4g、 くぼみに砂糖 10g、 ドライイースト 3g、 人肌程度に温めた牛乳 140g をドライイーストめがけて加え、菜箸などを使い混ぜていきます。ある程度混ぜたら、ボウルの中でこねながら材料をまとめ、まとまってきたらサラダ油 10g を加え、油を練り込みながらこねていきます。伸ばした時に膜が張る程度まで生地をこねたので、丸めて閉じ目を下にしてボウルに入れ、ラップをかけ温かい場所で1時間一時発酵していきます。薄力粉 15g に牛乳 150g を少しずつ加え、薄力粉のダマがなくなるまで混ぜたら、砂糖 30g、 卵黄2個分を加え卵を溶きほぐし、600ワットの電子レンジで2分30秒、ダマにならないように様子を見ながら途中で一度混ぜ合わせ加熱していきます。では冷えると少し固まってくるので、これくらいのトローンとしたカスタードクリームができたら、バットにカスタードクリームを移し替え、平らに広げたら、ピタッと貼り付くようにラップをかけ、粗熱を取り、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やしておきます。はい、では今1次発酵を終えて生地が2倍程度に膨らんだので、生地を取り出しガス抜きをして8等分し、丸めてラップをかけ10分休ませ、生地を10分休ませたら、生地を手のひらで押さえてガスを抜きながら円形に伸ばし、端を引っ張って中に入れ込みながら丸く成形していきます。はい、では今日半量はトロトロのカスタード生クリームプラス少しね、あんこを入れて作っていこうかなと思います。はい、では成形したら、少しね、このあんこの方だけあんこってわかるようにてペンに煎りごまを振っておきます。ごまを振ったら40度のオーブンで30分二次発酵していきます。では今二次発酵を終えて生地が一回り大きくなったので、天板を取り出しオーブンを130度に予熱し、生地の表面に強力粉を振るったら、加熱したオーブンで20分焼いていきます。では焼き上がったら、粗熱が取れるまで冷ましておきます。はい、では今しっかりとパンの粗熱が取れたので、生クリーム 80g に砂糖 8g を加え、泡立て器で泡立てていきます。
3分立て程度に泡立てたら、冷やしておいたカスタードクリームを加えていきます。カスタードを加えたら、さらに混ぜながら泡立てていきます。カスタードをダマなく混ぜたら、絞り袋に流し入れていきます。絞り袋に流し入れたら、パンの横に少し先の尖ったもので穴を開けたら、クリームを絞っていきます。出来上がったら、こういうカップとかに入れて、暖くなってくるとクリーム漏れてくるので、このまま冷蔵庫で冷やしていきます。はい、では今こんな感じに出来上がりました。はい、ではこんな感じでクリームとろとろ冷やしクリームパンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は冷やして美味しい冷やしクリームパンを作ってみました。それでは本日は極みカフェオレで乾杯。乾杯。くー、飲み物景品。じゃあ早速いただきましょう。今回はパンなんですけど、まあ、暑い日が続いているので、ひやっと美味しく食べれるようなスイーツ的なパンを作ってみました。じゃあまずね、普通の方からいきましょう。おぉ、てゅるん。てるてる。今回パン生地はバターや卵を使わずにサラダ油を使っているので、冷蔵庫で冷やしても生地が固くならず、夏場でもひやっと食べられるパンになってます。でこれ今も冷やしておいたんですけど、全然固くないので、少しラップをかけて乾燥しないように冷やしながらぜひ食べてみてください。中のカスタードクリームにはカスタードだけじゃなくて生クリームを合わせることによってすごく口当たりが良くなって、泡立て具合がちょっと難しいところなんですけど、ちょっとね、泡立てすぎない程度にして中に入れることによって、食べた瞬間にとろっとクリームの出てくる美味しいクリームパンに仕上がってます。でクリームも温度が上がるとだれてくるので、詰めたらその都度その都度しっかり冷蔵庫に入れながら作ってみてください。じゃあ次こっちのね、あんをいってみましょう。ジャパン。カスタード生クリームだけでも美味しいんですけど、ちょっとね、あんを入れてもクリームにすごくあんがよく合って美味しく食べられます。でパンはちょっと温度低めで今回白パンにしたんですけど、クリーム入れずにそのままプレーンでバターとかつけながら食べても美味しい白パンなので、白パンだけで食べてもいいですし、こう冷やしクリームパンにしたい場合はクリームも作りながらぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はとろとろ冷やしクリームパンを作ってみた動画でした。パンなんですけど、冷やしても固くならないような生地で、中のとろとろでヒヤッとしたクリームが夏場でもすごく美味しく食べられるパンだと思います。パン自体も今回ちょっと小ぶりなので、おやつ感覚ですごく美味しく食べられるレシピだと思いますので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイパーン。クリームは飲み物です。